こんにちは、マロです。今回は今までに編んできたパーツを縫い合わせていきたいと思います。まず耳のパーツから始めたいと思います。耳のパーツはこの立ち上がりのラインを端っこにします。端にして、それからとじ針に糸を通していきます。そして耳はこのように半分に折って4列縫い合わせていきます。これを横につけると垂れ耳になりますし、上につけると普通のうさちゃんになります。こちらが上につけたうさちゃんになります。お好みでつけてください。で、今この上側に糸があるので糸をくぐらせて糸が下になるように持っていきます。そしてバランスを見ながらつける位置を決めていきます。そして鼻の時と同様に本体をまず作って、それから針を通します。このように本体とパーツを縫い合わせていきます。このように一周ぐるっと縫えたら、縫ったところに糸を通していきます。で、このままだと耳が浮いてしまうので、このあたりとこのあたりで縫い合わせていきます。まず表面に響かないように針を通します。そして本体の方に針を入れて、次に耳の方に針を通して、
これを何度か繰り返します。そして最後に一度表面の方にも針を通して、最後にブスッと糸を通します。そしてここで糸処理をします。糸をぐっと引っ張りながら糸をカットします。これで片方耳がつきました。もう片方の耳も同じように最初に4列ここをつなげてから、左右対称になるようにつけていってください。次は手のパーツを縫い付けていきます。まずとじ針に糸を通して、先ほどの耳と同様に立ち上がりの目のところを横にして、そしてここを縫い合わせていきます。これが縫い合わせれたらこのような形になります。そして本体のここの溝とここがぴったり合うようになります。付けたい位置と合わせて同じように本体パーツ本体パーツっていう順番で縫い合わせていきます。これで片方腕がつきました。もう片方対称になるように反対側も腕をつけてください。これで両手がつきました。次は足をつけていきたいと思います。まずとじ針に糸を通します。そして今まではパーツを半分に折ってここを縫っていたんですけども、足は半分で折らずに輪の状態で縫い付けていきます。逆三角形の下の部分、立ち上がりの部分が下になるように付けていきます。そして平らな場所に体と足を置き、待ち針で留めます。そして今までと同じように
本体、そしてパーツ、本体、パーツ、その順番で塗っていきます。これで足が片方つきました。もう片方の足も先ほどと同様に、まず本体を平らなところに置き、そして足の向きに気をつけながら足を置き、そして左右対称の位置に置いて、待ち針でパーツを留めて縫っていきます。はい、これで両手と両足がつきました。続いて最後のパーツの尻尾をつけていきたいと思います。まず尻尾も今までと同様に針に糸を通します。今までと少し違うところは、綿を途中で入れていきたいと思います。本体とパーツを半分縫ってから綿を詰めて、その後でもう半分を縫い付けていくという形でやってみたいと思います。足と同様に平らなところに本体を置いて、そして尻尾をバランスを見ながら合わせていきます。そして待ち針で本体とパーツを留めます。本体とパーツを縫い合わせていきます。半分ほど縫い付けられたので、ここで綿を尻尾に入れていきます。綿が入れれたら再び縫い合わせていきます。これで全てのパーツがつけれました。全てのパーツをつけるとこのように自分で座ってくれます。これで垂れ耳うさぎの作り方を終わりたいと思います。このように出来上がった編みぐるみに服を着せてあげたり、髪飾りなどをつけてあげると、より一層
ウェルカムラビットっぽくなると思います。長い動画になりましたが、最後までご視聴いただきありがとうございました。それではマロでした。